Hello、 こんにちは、キーナと申します。長野県の坂城町に住んでいます。これは2つのロボットなんですけれど、このロボットの名前はカツラオで、このロボットの名前はゴリガミネ。坂城町にある山、私登ったことある山の名前になってるんですけれど、まあカツラオの方は4月からいろいろやってるんですけれど、組み立て完成した状態でメーカーから届けてもらったんですけれど、まあ、その後でちょっと修理のことで部分的に分解したりした経験もありますが、ゴリガミの場合は10月にまあ、キットとして頼んで、だからパーツの状態で届けてもらったんですけれど、まあこれ2種類ですけれど、これは1.0のロボットで、これは2.0の多少ちょっと違うところがありますが、まあ、今回のビデオはゴリガミネの組み立て作業についてのものですけれど、メーカーの方で組み立て作業が4時間ぐらいかかるんではないかと予想してたんですけれど、まあ私の場合は8時間かかりました。遅いか、まあちょっと敏感のところ、細かいところはゆっくりでやってるせいかもしれないんですね。で、もう一つ面白いこの組み立て作業で気になった、あの気にあの気にしたのは、このロボットの組み立てのマニュアル、例えば、まあ、本みたいなマニュアルはありません。全部組み立ては YouTube、 無口の YouTube のビデオにベースされてるんですから、それを何回も何回も繰り返し見ながら組み立てするということです。それは面白い経験でしたね。まあ今までのマニュアルだと翻訳する作業は必要ですので、まあ、全世界の人が組み立てることであればなかなか大変ですから、ビデオを見ながらということは素晴らしいアイデアだと思います。で、最後に、まあ、この組み立てで課題になったのは、3次元、このパーツは3次元プリンターでニロの方で印刷されてるんですけれど、どうしても3次元プリントの場合はこういう表面は難しいところがあるんですね。で、それはところどころちょっとモーターが入るところとか、まあ、ネジが入るところで、ゴミのようなプラスチックのものがあるから、ちょっとそれを気をつけながら組み立てないとということですね。特にまあ、カツラオの場合は、この中、コンピューターが入ってる中にファンがあるんですけれど、なんかちょっとノイズがありまして、まあ、3次元プリントの後のものをちょっと取らないと、それ解決できなかった経験があったから、ゴリガミネを組み立てするときに、それをちょっと気をつけたということです。で、このビデオにこれから私の組み立て作業のタイムラプスのものが含まれてるんですから、ご覧になってください。ぜひコメント、質問、いろいろそういう一言のことあればコメントいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。